ということで今回は特別企画、劇場版の見どころを言っていこう。まず今回の劇場版の魅力は恋愛要素だよね。そう、今回の劇場版はキュンキュン要素があるんだよ。それに飽き足らず歌って踊ったり、いっぱい戦闘があったり、見どころたくさんの内容になってます。そうね、しかも全体的に見ても綺麗な雰囲気なのも最高の見どころよね。そうそう、普段の動画とは一味違う感じだったよね。それで私、第一作のひとしずくの夢、お久しぶりに見たけど、パソの編集力すごく上がってるなって実感するよ。あの映画も当初は30分以上の動画なんて誰も見ないよねって思ってたけど、今見たら40万再生されててびっくりしたわ。これは今回もヒットしてほしいね。そして、この劇場版で活躍するキャラについてなんだけど、ねえ、せっかちゃん。何よ。むっふー、なんでもない。分かってて言ってるあたりムカつくわね。まあまあ、でも今回月下お姉ちゃんの出番が多い感じするよね。視聴者さんからしたら、1年前に登場してから、一度も実力が唯一わからないからね。そうそう、私たちの中で一番ミステリアスだよね。そこを見せてないところを言うとロカもまだまだ未知数なのよね。そんな未知数の2人が今回活躍するんだから期待も大きいわよね。よし、それじゃあ見どころはここまででいいかな。そうだね、あとは明日のお楽しみということだね。それじゃあ次はみんな気になる投稿時間だよね。今回はプレミア公開で投稿するから、この動画の前日にコミュニティでアンケートを取ったんだけど、そのアンケートの結果、2019年7月7日午前10時に公開されることに決まりました。劇場版のドキドキや感動をリアルタイムでみんなと共有してください。最高の時間をあなたに送ることを約束するわ。そしてここで終わらないのがパトパトチャンネルなんだよね。そう、劇場版開始から1週間、劇場版の各パートに分けて1週間連続で投稿されます。ゆっくり見たい人は動画を止めて確認してくださいね。今、劇場版開始から1週間って言ったのに金曜日までしかないじゃん。って思った人、パトパトチャンネルがここで終わるわけないでしょ。はい、来週の土日、とうとう第4章が始動します。冥界異変で有効を倒してからの新しいお話、本当ワクワクするわね。投稿日は劇場版シーズン終了するの7月13日の土曜日。そして第4章のオープニング単体動画が次の日の7月14日の日曜日。ふふ、すごいサプライズでしょ。6月でたくさん準備してきたから、ここからはまたノンストップよ。しかもこの第4章では、あのキツネゆっくりでおなじみのキツネゆっくり様から、パトパトチャンネルだけの新キャラも制作していただきました。キツネゆっくりといえば、今ゆっくり界のほとんど使ってるキャラがそうよね。私たちパトパトチャンネルのキャラも、キツネゆっくり様のキャラになります。今回も一味も二味も違うパトパトチャンネルを体験してくださいね。さて、短い時間ではありましたが、ここで特別版のパトラジ、終わりたいと思います。私たちの主がやってるパトパトチャンネル RV も本格的に活動を開始して、パトパトチャンネルも本格的に動き出します。ゆっくりと生声ともにパトパトグループ頑張るわね。ロカロカチャンネルも頑張らないとね。私、一度言ってみたいセリフがあったんだけど、いいかな。いいわよ、それで締めましょう。やった。5本。あなたたち、私たちについてくる覚悟はあるかしら。それではご視聴ありがとうございました。みんなこの1週間楽しもうね。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。